はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はドイツティアゴ巡洋艦のアドミラルグラフシュペーです。アドミラルグラフシュペーはドイツラント級装甲艦の最後の3番艦です。同型艦はドイツ語でまさにドイツの意味であるドイツラント、そして第一次世界大戦ユトラノーキ海戦でドイツ艦隊を率いた提督ラインハルトシェアの名前を取ったアドミラルシェア、そして同じく第一次世界大戦で戦死したマクシミリアン・フォン・シュペーの名を冠した3番艦アドミラル・グラフ・シュペーの合計3隻です。第一次世界大戦後ドイツはベルサイユ条約によって軍備を厳しく制限されていました。海軍も戦艦の建造は禁止され、排水量1万トン以下で主砲口径は28センチ以下と定められていました。ドイツ海軍はこの厳しい条件下でドイツラント級を建造することになりました。主砲は第一次大戦時の戦艦砲クラスの28センチ3連装砲を2基6門、副砲には15センチ砲と 8.8 センチ砲を、そして4連装魚雷発射艦を2基装備し、同時期の条約型巡洋艦を上回る火力を持っていました。また速力は戦艦よりも高速な28ノットで、航続距離もディーゼル機関を採用したことで長大な航続距離を持っていました。ドイツ海軍はこの艦が戦艦に勘違いされ各国海軍に警戒されないように装甲艦というカテゴリーに分類しましたが、戦艦では追いつけず巡洋艦では勝てないという対処に困るこの艦はですね、非常に打たれ弱い艦ではあったもののポケット戦艦とあだ名され注目を集めてしまいました。結果的にこの艦に対抗してフランスは高速戦艦ダンケルク級を建造し、イギリスでは高速な巡洋戦艦フット・レナウンの近代化改装が決定されてしまいました。それでもソ連や北欧諸国の海軍に対しては強力な抑止力になり、さらに第二次世界大戦では主力として活躍することになりました。1939年9月グラフ・シュペーは長大な航続距離を生かして連合国の補給路の大西洋インド洋で多くの商船を撃沈する大きな戦果を挙げました。連合軍は戦艦3隻巡洋艦16隻空母4隻の大部隊でグラフ・シュペーを捜索しましたが、広大な海では発見が難しく被害は拡大していきました。しかし輸送船が撃沈される前に発信した SOS などでだんだんと位置を特定され、包囲網は徐々に狭まっていきました。12月13日、ついにイギリス重巡洋艦エクセターと軽巡エイジャックス・アキリーズの2隻に捕捉され、ラプラタ沖海戦となりました。この戦いでエクセターを戦闘不能にしたものの、速力と防御力のないシュペーはですね、次々に被弾し機関部に大きな損害を受けてしまいました。なんとか南米の中立国であるウルグアイのモンテビデオ港に逃げ込んだものの、すでにイギリス政府の圧力により72時間以内の立ち退きを命令されてしまい、機関部の修理は不可能と判断され、これ以上の戦闘は不可能と判断し自沈することになりました。ラングスドルフ艦長は艦と運命を共にしようとしましたが、乗員たちに助け出されました。しかしその後艦長はアルゼンチンにてピストルで自殺、艦長の最後の願いも受け入れられず乗組員たちは抑留されて帰国できませんでした。アドミラル・グラフ・シュペーはその後引き上げられ、船体の一部が現在も展示されています。はい、というわけでね、アドミラル・グラフ・シュペーなんですけど、まあレジェンドにねというゲームにまあふさわしい、まあある意味な、まあレジェンド艦という感じの、まあ、戦艦をね持っていますね。まあ、そしてこの艦なんですけど、まあ、先ほどからね説明した通り、まあ、ここのねオーバービューの説明に書いてある通りですね、まあ、この艦はですね非常に、まあ、強力な主砲ですね。これが 283mm、まあ、同じような主砲を持っている艦というのは、まあ、要するにシャルンホルストですね、まあ、これと同じような主砲を持っていて、まあ、その代わりですね装填時間は20秒と長く、まあ、180度旋回照時間もね結構遅い、そして門数もね、まあ、6門だけということなので、まあ、瞬間火力に関してはね、ちょっと、瞬間というか、まあ、継続的な、ね、火力に関してはちょっと厳しいですが、まあ、一発一発のね、この火力はですね、凄まじいものがあると、まあ、いった巡洋艦ですね。まあ、特に、まあ、巡洋艦対巡洋艦でのね、戦いに、まあ、強い艦かなといった感じです。やはり、装填が長いので、駆逐艦との戦いはね、どうしても、うん、まあ、難しい点があるかなと思います。まあ、そして魚雷もですね、なかなかいいものを持っていて、まあ、後ほど紹介できたらいいんですが、まあ、射界もね、非常に広くて、まあ、全体にね、まあ、広い範囲にわたって、まあ、射撃、まあ、発射できる、まあ、魚雷となっています。そして、雷速もね、優秀ですし、そして射程もですね、8キロと、まあ、他のドイツ巡洋艦にもですね、2キロほど長くなっているので、まあ、扱いやすいね、魚雷となっていますね。
ぜひ積極的に使っていけばいいかなと思います。機動性もね、ちょっと強化スキルで入ってますけど、非常に巡洋艦としてはねちょっと遅いんですが、やはりね戦艦よりは早いといった感じですね。ただちょっと動きはね鈍いのは否めないかなといった感じです。はい、HP はね結構高い、同レベル帯の巡洋艦の中ではね一番 HP が多いので、耐久性はね高いです。さらに言うとこの艦なんと修理班がね使えるので、この修理班をね生かしていければかなりですね長い時間にわたって戦っていける巡洋艦かなと思います。その分ね被弾も多いので、こうやって修理班をね生かしてうまくね立ち回っていければいいんじゃないかなと思います。それではね早速戦闘に移っていきたいと思います。さあ、早速ねやっていきますが、巡洋艦が多いマッチングなので初手 AP 弾装填しておいた方がいいですかね。で、巡洋艦ですけど、乗ってるのめちゃくちゃ手法は戦艦みたいな手法なので砲戦艦も利用度めちゃくちゃ遅いですね。これはなかなか、この艦の特徴ですけどね。この艦 PC 版でも自分実は持ってたんですけど、あまりにもね微妙すぎる性能で、全然いらなかったから売っちゃったんですよね。なんとわざわざねお金出して買ったのに売っちゃったんですが、今回ねまた機会があって、半年ぐらいもうすでに実装されてから経過してるのかな。ですけど購入させて、いただいたといった形ですね。はい、なんですけど、実際ですねレジェンズではスキル構成が結構違うので、結構こんな感じでね精度もいいんですよね。 PC 版ではなんか全然まとまって飛ばないし、ダメだなこれみたいな感じで売っちゃったんですけど、レジェンズはね巡洋艦艦長のスキルと、あとインスピのノーマンスコットとかの効果で、非常にね、なんて言うんでしょう、精度が良くなっているので、使いやすいなといった印象も受けるんですが、やっぱね手数がやっぱどうしても少ないので、駆逐艦とかにね全く歯が立たないというか、ここで仕留めたい場面で仕留められないですね。というわけなんですが、ガリソニエールがこっちに突っ込んできているので、さっき撃ってるんですけど、なかなかね、うまく貫通できない。で、もう一回 AP には撃ちましたが、おお、これで破壊時行きましたね。これでね、刺さるとね、やっぱ圧倒的にでかいダメージ出るんで気持ちいいんですよね。で、左の方を見ると、バイエルンが突貫してきてるんですが、射程ね、魚雷の射程結構長いので、これはね、本当に結構優秀ですよね。で、マハンか、これダメだな。ただ、この手法の、で、ガリソからのこれ、魚雷はなんとかかわせて、で、バイエルンがいるんで、でもこれは超、やばいぞ。ソウル外しは、まずいから、これ、援護してあげないと。と思ったけど、浸水で沈みそうですね。おー、でもこっちの、AB 弾ががっつり刺さって、一応とどめはさせましたね。さあ、でもこれ見られてるんですよね、駆逐艦に。このまま一応 AB 弾装填して敵の巡洋艦とか狙いに行きましょうか。もしくはこの狭い水路で駆逐艦来てるならソナーで、仕留めてもいいんですけど、なかなかねさすがにリロード20秒なんで駆逐艦を仕留めるにはねなかなか難しい。一応これ魚雷怖いんで、ソナーを使いながら、今度 B 方面に、抜けていこうかなと思います。ただね、ソナー使っててもね、この巨大な、てか、動きがね、鈍いんで、なかなか魚雷かわしづらいんですけど。オマハ来てますね。で、オマハ来てるんで、一応魚雷を撃って、で、奥に逃げていきましょう。ちょっと難しいところですけど。魚雷来てますね。はい、これは回避できそうですね。これ、神風がいるんでね、神風魚雷がこれ非常に厄介。で、青葉が止まってるんで、これは、あれで見えないか。青葉、あれ、放置かな？放置でも何でもいいんですけど、横見えてるんで、ぜひ撃ちたい。消えたか。なんか、チラチラこれ見えんの。あれ当たんないか。精度はね良くなったとはいえ、
まあね、やっぱ初戦6問しかないんでね、なかなか当てるの難しい。で、あ、オマハこっち来んのか。しょうがないから、オマハにも対処しなきゃいけないですね。ちょっと青はめちゃくちゃ今打ちたいんですけど、でもオマハも出てくるし、あー、で、神風いるわ。これはちょっと前進するけど、神風魚雷が、神風あんなとこいたんか。これ多分ソナーで見つけたんじゃないかな。神風の隠蔽いいと、ソナーの発見距離よりもね、短い亀風とかいらっしゃるんで。はい、まあ、魚雷食らっちゃいましたけど、神風は、一応撃っとくか。うん、AP 弾入れてたんでね、どうしても神風、仕留めきれない。さあ、まあ、オマハ来たんで、AP 弾撃ってますね。これ結構ね、痛いんですよね。やっぱ装甲は、火力は一丁前で、魚雷もあるし、副砲も強力ですけど、肝心の走行はね、いまいちと言いようしか言いようがないんで、結構 AP なら撃たれるとね、困るんですよね。はい。で、オマハ14日貫通。まあ、ただ、こっちには、ね、修理班があるんで、結構回復できるんですよね。で、オマハは紙走行、同じく紙走行なんで、うん、痛い。まあ、次、撃って、いやー、でもばらけるな、やっぱり。微妙。正面のアーバー生きてんのかな、あれ。よくわかんない。ただこれ戦艦がなんか地味に撃ってきてますけど、これ榴弾撃ってますね、ニューメキシコ。うん、これはもうほっといても大丈夫そうなレベルで、オマハをじゃあこれで撃った。おお、いい感じでまとまってますけど、ちょっと偏差がずれたかなと思ったけど撃沈ですね。で、アオーバーが、あ、やっぱ生きてますね、これ。うん、前進してるので一応魚雷を撃って、で、切り替えて AP 弾で撃っていきましょうか。これ、青葉でね、前後運動してたんですかね、これは。ああ、で、味方の、はい、圧倒的砲撃で、撃沈と。で、神風は C 行ったのかな。うん、これもニューメキシコだけですね。うん、なかなかやっぱ AP 弾がね、強力なんで。で、これ、射程もね、魚雷の射程、てか、射界ですか、めちゃくちゃいいんですよね、これ。魚雷一番後ろについてるのに、かなり前まで撃てるんで、これ非常に便利ですね。で、まあ、榴弾撃って、できればこれ燃やして、うん、燃えましたね。で、これ即消火してくれれば、魚雷が当たれば、うん、大ダメージになりますけど、あ、でも消さないかな。まあ、相手も榴弾しか撃ってこないんで、まあ、これは余裕ですね。まあ、このまま榴弾を撃ちつつ、うん。左舷の魚雷がリロード完了したら、左舷撃っていきましょう。さあ、撃った魚雷ですが、でも、ああ、でもちょうど相手は修理して、結局修理して魚雷が当たりましたけど、浸水はしませんでしたね。なんで、今度左舷の魚雷を撃っていきましょう。まあ、ただね、このシペ、まあ、ただっていうか、結構ですね、まあ、手法は AP 弾の貫通力高いので、戦艦に AP 弾撃ってもいいんですけど、まあ、どうしてもね、初戦6問なので、まあ、戦艦といえば正面切ってね、撃ち合うのは無理ですね。まあ、こういうなんか榴弾しか撃ってこない、なんか初心者戦艦とかだったら全然いいんですけど、まあ、普通のね、やっぱ戦艦と撃ち合うのは厳しいかなといった感じです。はい、それでニューメキシコゲットして、クラーケンですね。いやー、でも、まあ、やっぱ巡洋艦対巡洋艦ではやっぱ圧倒的な貫通力があるので、まあ、うまくね、防角を抜ければ、うん、全然ね、ダメージレース勝っていきますね。まあ、ただし、相手がね、結構防御姿勢とかしっかり取ってくる青葉とかだと、まあ、結構苦戦しちゃうかなといった感じですね。うん、でもやっぱこれだけね、貫通力あると、巡洋艦破壊取れるし、まあ、あと修理班もついてるので、うん、結構ね、タフに戦っていける。まあ、巡洋艦ですよね。相手残り1隻、神風ですけど、まあ、これはね、どこ行ってるか分かんないですけど、まあ、とりあえずどんどんね、占領して、まあ、もうね、勝利確定なので、うん、占領して、まあ、見つけられたらね、ソナーで炙って倒していきましょう。まあ、なんか、多分これは A で魚雷やってるのかな。なんだこいつ。
なんだこいつ。俺のなんか突っつかれてんだけど、何これ。煽られてんだけど、これ煽り運転駆逐艦がこれ、あ違う、これ何押してくれてんのこれ。なんかこんなのなんかあったな、なんかなんだガルパンかなんかにあった。あやばい、カメカズこっちにいるぞ。めっちゃ押されてる。押されてもこれ加速はしてしないね、減速してんね、むしろ。あ終わっちゃった。じゃあ最後ねあれでしたけど、まあ敵の神風はねやっぱ見つからなかったですね。まあ適当に占領してまあ終わりといった感じでしたけど、はい、まあといった感じでしたけど、まあ敵の巡洋艦に対してねやっぱ防角まあバシバシ抜いて、まあ一発の威力高いので、うん、想定をねできなくても。あのね、一発バシッとね、でかいダメージ出せますね。うん、まあ、相手の神風、あー、で、あれ、相手の方はやっぱ放っちゃったのか、これ。よくわかんないですけど、うん、あ、多分途中抜けしたのかな。まあ、そういった感じでしたけど、まあ、やっぱね、グラフスペ、まあ、あのですね、多数を相手にするのはやっぱ難しいですけど、対マンではね、かなり強力な巡洋艦なので、うん、かなりね、あの、面白いですね。まあ、プレミアム艦らしい、なんか、ちょっとね、奇抜な性能を持った巡洋艦ですね。まあ、クレジットも稼げるのでね、結構、個人的にはね、これも今後も使っていこうかな、といった感じです。それでは今回はグラウシュペイでした。ご視聴ありがとうございました。